デジレ・クラリー、デジレ・クラリー、1777年、11月8日から1860年12月17日、スウェーデン語名は、デジデリアーブ・スウェーリエ、は、ベルナドって王朝の始祖である、スウェーデンイコール、ノルウェー連合王国国王オおる14世、ヨハンの王妃で、時代の国王オスカル1世の母、一時ナポレオン・ボナパルトの婚約者であったことでも、知られる。 1777年11月8日、デジレは、フランスのマルセイユにて、裕福な、絹商人のフランソワ・クラリーと、その二度目の妻フランソワーズとの間に、末娘として生まれた。デジレは、生涯にわたって、実の家族と密着であり続けた。とりわけ一番歳の近い姉のジュリーに向けては、誰よりも強い愛情を持ち続けたと言われる。子供時代の彼女は、 修道院にて学校教育を受けていたが、革命の勃発により中断させられた。革命前、彼女が十一歳だった頃、マルセイユの実家にいて、将来の夫となる、ジャンイコール、バティスト・ベルナドットと出会ったと伝えられる。ある日、一人の兵士が彼女の家に宿営させて、もらえないか尋ねてきたが、彼女の父は、兵士が立てる騒音を嫌って断った。後年デジレは、 この時送り返された兵士は、後に私の夫となり、そして国王になるベルナドットだったと解雇している。1794年に父フランソワが死去した後、兄エティエンヌがクラリー家の課長となるが、革命前に彼の父が貴族に劣してもらえるよう働きかけを行っていたことを理由として革命政府当局に逮捕された。通説では、 兄の釈放単願に、兄嫁と共に、マルセイユの公安委員の事務所へ赴いたところ、控えの間で待たされている際に眠りに落ち兄嫁に置いていかれた。そこで、コルシカから家族と共に、マルセイユに移住していたジョゼフ・ボナパルトと出会い、家に送り届けてもらった縁で、クラリー家とボナパルト家は、交流を持つようになったとされる。一説によると、当初は、 デジレとジョセフが婚約していたが、ナポレオンの提案で、彼がデジレと、ジョセフが姉のジュリーと縁組されたという。ジョセフとジュリーの結婚の後、1795年4月に、ナポレオンとデジレは婚約したというが、実際のところ双方の家で真剣に受け止められなかった。デジレの兄が、一家にボーナパルトは一人で、十分といった話はかねてから知られているが、ナポレオンの方も、 本腰を入れてはいなかった。理由として、すでに、トゥーロン行位戦で名を挙げた、上昇志向に溢れた、この若き指揮官は常により良いチャンスを伺っており、また兄のジョセフとの仲は、課長の座をめぐって流動的であったため、その兄とあえて、相婿になる意思はなかったと考えられている。ナポレオンにとって彼女との婚約はあくまでもオプションの、一つであり、事実。 わずか5ヶ月後の9月に彼は、ジョゼフィーヌ・とボールネットでって、婚約を破棄し、翌年彼女と結婚をした。婚約を破棄されたデジレは、感傷的な文面の手紙を彼に送っているが、彼女の方も6月に、姉夫婦とマルセイユからジェノバに移ってからは、マレシカナポレオンに手紙を送っていなかった。1797年、ジョセフが教皇領の大使に任命されたことで、 デジレも姉夫婦と共にローマに移り住む。そこでナポレオンの介在のもと、デュフォー将軍との縁談がまとまりかけたが、彼がローマにて反乱分子によって殺害されたため、破談となった。フランスに帰国後、姉夫婦と共にパリに居住した。彼女はボナパルト家の集まりの中で暮らしており、彼らはナポレオンの妻となったジョゼフィーヌに対し役勘定を。 抱いていた。デジレも当初は良い感情を持っておらず、一説では、ジョゼフィーヌのことを、年老いた高級丈夫のような評判の悪い女性と口にしたと伝えられるが、その他のボナパルト家の面々と違い、あからさまな敵意を見せることはなかった。また、彼女の娘のオルタンスとは、仲が良かったという。1798年、デジレは、儀系。 ジョセフの縁でジャンバティスト・ベルナドットと出会う。彼もまた革命戦争で名を挙げた将軍にして政治家だった。デジレとベルナドットは同年8月に結婚をした。ジョセフはエジプト出生中のナポレオンに手紙で二人の結婚について伝えている。結婚当初の二人の様子についてローラジュノーはデジレはベルナドットが家にいないと言っては泣き、 いる場合でもまた出かけてしまうと言って泣いてばかりいたと、回顧録で描写している。一方その妻からの愛情を受ける夫については、ロマンスのヒーローめいた要素を、微人も持ち合わせていないこの哀れな、ベアルン人は、彼女の態度に戸惑っていたと述べている。翌年7月、デージーレは二人の間の唯一の子供となる息子、オスカルを出産する。オスカルの名付け親は、ナポレオンだとの通説があるが、 オスカルが生まれた時ナポレオンはまだ出生中であり、実際の名付け親はオスカルの後見役を務めたジョセフではないかと推測されている。ナポレオンが権力を掌握する契機となるブルメールの聖変時、ボナパルト家の面々はベルナドットをナポレオン陣営に組み込もうとデジレを利用してその夫に影響力を及ぼそうとした。後年ナポレオンはデジレについて本人は 無自覚なままスパイを務めていたと述べている。ベルナドットはそれに気づいており、妻の前では自身の計画について口に出すことはなかった。後年、ベルナドットは家族のつながりが政変中の彼の行動を消極的にしたと述べている。クーデタージ、デジレは少年の紛争をして夫と共に郊外の部下の家に避難した。彼女はジュリーと絶えず連絡を取り合っており、 その後、ジョセフの駐在を得て、パリに帰還した。デジレは政治に関心はなかったが、双方に繋がりを持つことから、夫とナポレオンとの間の政治的駆け引きの区靴となった。1802年、ナポレオンに対する暴御が発覚し、ベルナドットに疑念を抱いたナポレオンはデジレを尋問する。デジレは、夫は無関係だと告げたが、彼女は彼が家で、 モローと会っていることを知っており、寝言でモローの名前や防御について口にするのを聞いていたという。その後ナポレオンはベルナドットをルイジアナ総督に任命して追い出しを図る。夫妻は出発の準備をしていたが、最終的に任命は取り消された。1804年、ベルナドットが原水に任命されるとともにその妻のデジレも原水夫人として、 相応の扱いを受けるようになった。しかし、デジレは姉のジュリー同様に社会的地位に頓着しなかったとされる。ナポレオンはデジレにパリの安住通りの館に住むことを許可した。同年12月のナポレオンの戴冠式では皇后、ジョゼフィーヌのハンカチとベールを捧げ持つ役を務めた。元帥となったベルナドットは任務でほとんど国外におり、彼はパリの妻に 教養や芸語と、作法を身につけ上流の集まりに顔を出すことを望んだ。デジレは、ボナパルト一族とは良好な関係にあったが、夫の言いつけに従って、ナポレオンの宮廷に出資することも、参加することもなかった。また、彼女は、遠方の夫に、パリの政治的状況について、手紙で知らせていた。家族以外では、スタール夫人、デカミエ夫人らと交流があった。 彼女たちは夫にとっても正論を交わす仲間であった。この頃の彼女は可愛らしく、朗らかで、ダンスが上手との評判を得ていたが、社会的には無名の存在だった。またこの時期一家の友人であり、夫がエスコート役としてつけた、コルシカ人のシャッペとの親密な様子が人の噂に昇ったことで、夫から行動を自重するよう手紙を受け取っている。 ベルナドットがハノーファー総督とハンザトシ総督を務めていた時に彼を訪ねて行ったがいずれの場合も長く滞在しなかった彼女は実の家族がいるパリを離れるのを好まず夫がポンテコルボ校に助釈された際も借意は名目だけで同地に行く必要がないと知って安心した1807年には傷病を負った夫の看病のためシュパンダウと、マルボルクに赴いている 1810年8月、夫のベルナドットが、スウェーデン議会によって、同国の多い継承者に選ばれる。夫が、カール・ヨハンとして、スウェーデン王大使となるに伴い、エジレも王大使妃になった。地位の向上に伴い、宮廷にて交流を受けるようになったのは喜んだが、王大使妃の称号は、ポンテコルボ皇妃と同様に名目だけの称号と思っており、 スウェーデンに行かねばならないと知ったとき、フランス以外の国について無知である彼女は大いに躊躇した。彼女は9月30日にパリを出発した夫には同行せず、彼のスウェーデン到着と、その反応の知らせを待ってから、息子オスカルと共に、スウェーデンに向けて出発した。1810年12月22日、デジレは、息子のオスカルと共に、スウェーデンに到着する。 翌年1月6日、ストックホルムの王宮にて、王族たちと引き合わされた。彼女は陶器に旅をしたことで疲弊しており、また一段と厳しいスウェーデンの気候に衝撃を受けた。王位継承者である夫と、息子はプロテスタントである必要があったが、彼女には、改修義務はなかったので、カトリック教徒であり続けた。デジレは、王太子妃として求められる宮廷の作法や典礼に、馴染めなかった。 スウェーデン国王カール十三世の王妃、ヘイトビヒエリーザベトは、日記にて、デジレは、心根が良く、大らかで、ほがらかな性格をしているとしながらも、未熟な、甘やかされた子供で、フランス式でないあらゆることに文句を言っているため、周囲に好かれていないと描写している。同年夏、公的には健康上の理由で、デジレは単身スウェーデンからパリに戻った。パリでは、 ゴットランド伯爵夫人の変名で暮らした。戻ってきたデジレを、当初ナポレオンはスパイではないかと警戒し、入国をなかなか許可しなかったが、彼女を通じて、夫のカール・ヨハンと連絡を図ることにした。ただし、彼女のパリの館は常に秘密警察によって見張られており、夫との手紙も彼らによって妨害された。デジレはしばしばタレーランやフーシェと接触しており、 1812年にフランスとスウェーデンの関係が悪化していくとデジレはフランスの外務大臣のマレを通じてナポレオンと夫との調停を図ろうとした。夫のカール・ヨハンも彼女をパリに置くことで外交調整を行うとともにヨーロッパ政治中枢の情報を入手した。ただし彼らの間の手紙は失われており、それがどれほど政治的に重要なものだったかは不明である。 カール・ヨハンがイエーボーでアレクサンドル・一世と会談をした際にロシア皇帝から妹との結婚を勧められたが彼は断っている。ロシア遠征に向かうにあたりナポレオンはデジレに国外退去するよう命じたが彼女はうまいことそれを回避した。1813年スウェーデンとフランスが宣戦線復刻すると彼女は人目を避けるために ジェローム・ボナパルトの妻カタリーナ・フォンビュルテンベルクと共に、姉、ジュリーの田舎の館へと身を移した。パリには、同年の大晦日に帰還する。ナポレオンが敗北した後、3月31日に、ロシア軍がパリに入場した際には、ジュリーを自邸にかくまった。またデジレはまだパリに到着していない夫にあてて、あなたが、ロシア皇帝よりも先に、パリ入場ができなくて、極めて残念です。 それができていれば、あなたのためにも、あなたを支持する、人々のためにも、良い影響がもたらされたと思いますと書いて送った。その後パリで夫と再会するが、共にスウェーデンに戻らなかった。スウェーデンのガルディエ伯爵にその理由を尋ねられた際、もしスウェーデンに戻ったら、離婚することにならないか心配していると答えた。翌年の百日天下の後、ボナパルト一族は、 国外追放処分を受ける。パリに残ったデジレにとって最大の関心事は最愛の姉、ジュリーの身柄の安全だった。彼女はルイ18世の宮廷に頻繁に顔を出し、ジュリーをパリに戻してもらえるよう嘆願した。ジニは、名の夫にあたる数社元帥と一緒に国王に働きかけた。1816年、ジュリーと共にスウェーデンに渡ろうとしたが、 夫のカール・ヨハンは国際社会の警戒心を招きかねないとして許可せず、ジュリーの身柄はフランクフルトに移された。この時期デジレは旧友のスタール夫人やレカミエ夫人と頻繁に時間を過ごしている。1818 18年、夫がカール14世ヨハンとしてスウェーデンイコールノルウェー連合王国の王位につく。しかし、デジレは引き続き変名で、 パリに滞在し続けたので、世人から様々な憶測を引き起こした。故障は白爵夫人のままだが、定期的にルイ18世の宮廷に招かれ、また、スウェーデン大使館とも連絡を取り合い、しばしばスウェーデンからの施設と応接した。彼女のパリの館は、同国政府の拠点となる。この時期、デジレは、 首相のリシュ流行を熱烈に追いかけ回して、人々の字目を集めている。一説によると、彼女からのあまりに頻繁な、ジュリーの帰国許可要望に音を上げた、ルイ十八世が、それを体よく交わす目的で、リシュ流行を彼女に引き合わせたところ、熱を上げたという。またローラ・ジュノーによれば、デジレは、リシュ流行に相手話しかけようとも、近づこうともしなかったが、ひたすら後をつけ回し、 連絡を試みたという。どうであれ、リシュリューコウは終始冷淡で彼女を、ご幸によって、私の背後につけられた、小さなスウェーデンの経理呼読んでいる。彼女のこの行動は、公が死去する1822年まで続いた。1822年、花嫁探しで、欧州を歴訪していた息子オスカルと再会する。翌1823年6月13日。 王大使妃となるジョゼフィーヌ、ロイヒテンベルク公、ウジェーヌ・ド・ボアルネの長女と共に、ストックホムに到着し夫と再会した。12年前と違い、今回の裁縫は彼女にとって喜ばしいもので、国、私の夫、私の息子、すべてが私にとって完璧よと感動した手紙を目当てに送っている。当初は一時的な訪問のつもりだったが、デジレは残りの人生を、 スウェーデンで過ごすことになる。1829年8月21日、デジレはスウェーデン王妃として退官する。退官にあたって王妃の交渉は意味を込めてラテン式のデジゲリアとした。戴冠式は彼女がカトリックなために宗教的な課題をはらみ、夫のカール・ヨハンは慎重だったが、彼女はそうしないと正式な王妃とみなされないと強いて実行させた。 離婚の予防がその理由だったのではと推測されている。一方のルウェイでは宗教上の制約で体幹式は行われなかった。多忙を極める夫とはすれ違い気味だったが仲は良かった。生活習慣の違いから王宮内の居住スペースも別々だったが日に二度は顔を合わせるようしていたという。彼女の振る舞いは王族としては型破りかつくばらんで、低身たちを しばしば行転させた。ナイトガウン姿のままで、夫の自室を訪問し、閣議の最中の夫をあてさせることもあった。反面、彼女が国政に介入しない姿勢は賞賛された。また宮中にて彼女は、直上傾向な夫を、ベルナドット、の一言でなだめられる人物として知られていた。ある逸話では、 頭に血が昇ったカール・ヨハンが誰それを処罰すると言い出した時、いつもデジレはテーブルを大で叩いて、あら、素敵なものいいね。でもあなた子猫の首を締める度胸もないじゃないの、と言って場を和ませたという。他方、宮中行事にて隠しきわった王妃の役を務めるのは嫌った。彼女の行動は批表紙がなく、頻繁に定時より遅れて現れたり、 来客を長く待たせたりして、夫を苛立たせることがあった。また、昼夜が逆転した生活や、寝る前に馬車の散歩と称して、王宮の周囲を回る習慣があった。その奇抜な行動に振り回される次女たちからは、第三次夫人とあだなされたという。やがて王族の身分に飽きて、フランスに戻りたいと言い出し、また、イタリアにいる姉。 ジュリーを訪ねたがったが、彼女が二度とスウェーデンに戻ってこないことを危惧したカール・ヨハンは許可しかった。彼は王室が和合している姿を国民に模範として示すのが責務と考えていた。義理の娘のジョゼフィーヌとの関係も良好だった。二人ともカトリックだったが、デジレの方は信仰心が薄かった。 信心深い義理の娘に付き合って、ミサに出席することはあったが、国会を勧められても、国会すべき罪はないと言い張ったという。貴族階級が多くを占める宮中では、デジレは、商人の娘という出自と、共和主義者だった過去から、大きな人気を博すことはなかったが、雇われる者たちには人気だった。堅苦しい宮中行事は嫌ったが、事前活動は熱意を持って行っている。 女子教育普及を目指す慈善団体の公式のパトロン役を務めたほか、貧困に陥った上流階級の女性へ法制の仕事を圧戦して支援を負った。王妃の支援のもと、ノルウェーに設立された貧困女児への支援団体は、彼女のミドルネームを取ってエウゲニア基金と名付けられた。彼女の慈善活動は人目を引かないように行われ、寄付は多大だったが、 ひそやかに行われたと評された。国王夫妻が最も好んだ居城は田舎にあるローセシ芝ーリ宮殿で、しばしば夏の間に家族で過ごした。そこでは、カール・ヨハンはキノコを栽培し、デジレは鳥をペットにしていたという。それ以外では、ラムローサにある温泉に好んで出かけた。また年齢が上がっても、ファッションとダンスには強い関心を抱いており、老年になってもダンスは、 かなり巧みだったと言われる。1844年の3月、カール・ヨハンが発作の末に死去する。夫の死にあたって、王太后となったデジレは、姉のジュリーに、夫をもっと気遣って、仕事から引き離してあげるべきだったと後悔する手紙を、想定ている。未亡人となった彼女の様子を、あるフランス人外交官は、王族の身分は彼女を変えることはなかった。王室の対面にとっては、 不運なことだが、彼女はいつもそしてこれからも自身が大いについていることに驚く普通のブルジョワジーの女性であり続けるだろうと述べた。また気立ての良い女性だとも付け加えている。大対合となってからのデジレは、事前活動や孫息子カール、後のカール15世の縁組の後押しで表に出てくる。他には、もっぱら強くの日々を過ごした。 自身の解雇録をまとめる以外にも、ジャーナリストのトゥシャール,イコールラフォースを促して亡き夫の伝記を編纂させた。晩年のデジレと会談した、あるフランスからの施設は、彼女とフランスの頃の昔話に花を咲かせた際に、王太后が若い頃のナポレオンからの恋文を取り出して見せてくれたと記録している。また、彼が王太后のテーブルに革命戦争時代のカール・ヨハンの上司だった。 クレベールの肖像画があるのに気づくと、私たち夫婦は彼のことが大好きだったと告げられたとのことである。また晩年になるにつれ、彼女の行動は一層奇抜になっていく。前触れもなく人を訪問することを好み、また町の子供たちを王宮に連れて行って歌詞を与えたりした。市内の人々は夜中に大大大号が乗った馬車が立てる音で目を覚ますこともあったという。 1854年、ストックホルム市内に、カール・ヨハンの銅像が建立されるが、そこに差し掛かると馬車を止め、ああ、なんて彼は美しいんでしょうと眺めていたと伝えられる。1853年、彼女はフランスへの帰国を試み、孫のオスカル、後のオスカル二世に伴われて、カール・スクローナ港から乗船しようとしたが、海を怖がって、突如気持ちを変え、ストックホルムに戻った。 1860年12月17日、オペラ劇場を訪れていた際、デジレは突如具合が悪くなり、急遽王宮へ帰還した。王宮の東塔の階段を上っている際に不意に力を失い、近くの椅子に据えられる。その後、夜10時45分に池を引き取った。死の直前に干渉していたオペラの名前は、人生は夢のごとしだったという。 翌年1月10日にカトリック式の葬儀が執り行われる。そしてリッターホルム教会にて夫の棺の側に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。